昨日、福岡県内では新たに六千四百七十三人の新型コロナウイルス感染が確認されました。福岡県によりますと、新たな感染者六千四百七十三人の内訳は。福岡市千七百八十人、北九州市千二百五十三人、久留米市四百二十九人。県管轄の地域二千八百三十五人などとなっています。 また、30代以上の男女30人が死亡しました。最新の病床使用率は前の日より2.2ポイント下がり 72.、72.7%、重症病床使用率は9%となっています。佐賀県は新たに1065人が感染し、3人が死亡したと発表しました。